はい、どうもこんにちは、あかつきチャンネルです。今日もドリームリーグ2020やっていこうと思います。よろしくお願いします。メンバーはこんな感じです。まあ、いつもと一緒だね。はい、ヤムバッペ、コスタ、マフレズ、ここら辺がうまく成長してくれてるかな。あとフェルナンジーニョとかね。ムバッペ90までいっちゃいましたね。ジェコス88、ジェジュス84。この2人のスピードが速いです。この3人かな。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ、座り位置変えます。はい、マッチングしました。相手はね、アーセナルだね。行きましょう。ラフィーニャ、マルキーニャス、まあいいだろう。相手もちょっと強かったよ、ね、ちょっと強かった、うん、やること変わらず、ね、お、これは来てしまったかもしれない。もし、まあ、OKOKOK。ここら辺はね、ガチャガチャするのはしょうがないっちゃしょうがない。さあ、いいボール。まず1点。ここは抱いてるなと思ったら、ここ断然ね、蹴っちゃったの残々なんで。OK、ナイスカット。これね、下げさせて持たれても別に、そこで振り向かれても何も怖くないんで。はい、さあターンした。いやー、いける。あー、まあ、惜しい。あれ、いやー、これはまずい。いやー、まずいね、これは。これはよくない。いや、ピッケーかなー。ピッケー、ピッケー負けるかな。ピッケー足遅いんだよな。そこだけだよな、ピッケーの悪いところって。ナイス。さあ、取り返していく。これはさよならかな。さあ、もう一人マッチングしました。ワンピースダズエジット、名前がすごい。でもこれまとめるとワンになる。ワンっていうとさ、ワンピースっていうよりかはさ、あのワンパンマンの作者、確かワンパンマンの作者がそんな名前だった。ワンパンマンってわかりますかね。なんかそのワンパンマンってのはあれなんです、漫画な、日本の漫画なんですけど、主人公が埼玉って言うんですけど、埼玉はそのヒーローに憧れる青年、まあ、青年って言われてもないですけど、まあ、青年で、そのヒーローに憧れてね、サラリーマン脱サラして、まあ、ヒーローになるためにトレーニングを始めるんですけど、毎日ね、めっちゃすごいそのトレーニングをするわけですよ。でその結果ストレスでね、あの髪の毛が全部抜けちゃうっていう。でもその代わりにめっちゃすごい、もうあのもうやなんかもうゴリゴリでめちゃくちゃ強くてみたいな、足も速いしパワーもあるしみたいな、そういうで頑丈な体をね手に入れることができまして、でそれでヒーロー検定受けて、まあ、ヒーローになるんですけど、であのもう強すぎて一発殴ると相手死んじゃうんですよ。そっからワンパンで倒すからワンパンマンっていうことで、まあ、やってるんですけど、その埼玉って人が主人公の漫画で、本人はね、もう顔がね、もう全然、もうなんつうかもヴィランっていうか、どちらかというとヴィラン、あ、ヴィランじゃねえや、相手なんだっけ、相手の敵顔、悪役顔してて、それで、まあ人気もないんですけど、で、なんか S 級からヒーローはヒーロー協会にみんな所属してて、S 級から C 級までいるんですよね。S、A、B、C って。それで、最初の、ね、ヒーローテストで、筆記と、まあ実技があるんですけど、
埼玉はその筆記がね全くできなくて、筆記0点なんですけど、実技は満点取りまして、まあ50点ずつで、筆記0実技満点で50点だったんですよ。でそれでまあ50点って合格の最低ラインなんで、合格もうほんとギリギリのラインで C 級ヒーローからスタートするんですけど、でも本当の実力はあの S 級よ誰よりも強い、相手のどんなパンチもあの全く効かないし、でどんな相手でも、まあ、一発パンチすれば勝てちゃうっていうね。さあそういうやつが主人公のワンパンマンっていう漫画があるんですけど、それの作者の名前がワンで、あのワンって言われると、まあ、そっちを思い出すなっていう話がしたかっただけです。でワンパンマンすごい面白くて、あの隣のヤングジャンプっていう、あのヤングジャンプじゃなくてね、ネットのサイトがあって、隣のヤングジャンプっていうサイトがあるんですけど、それで全話無料で見れるんで、ぜひね見てほしいですね。そのワンさんはあのワンパンマンの他にですね、モブサイコ100とかね、モブサイコ100っていう漫画があるんですけど、そういうの書いてまして、ちょいね絵がねめちゃくちゃ下手なんですよ。あのもうあじゃあもう一試合だけやります。62分はね早いから、ね、もう一試合だけやりましょう。来ました CD ザユミテッドでね、そのモブサイコ100っていう漫画がありまして、まあそれはいいとして、うん、なんか絵がねめちゃくちゃ下手なんですよね、ワンさんはね。でそれでその他のね絵が上手い漫画さん、漫画家さんに、ね、漫画家か絵描きか調整ちゃったんですけど、の人にあのワンパンマンをねすごい上手い絵で描いてもらって、その過失修正みたいな感じですけど、した、ものが、隣のヤングジャンプで連載されていて、あさよなら。それがねすごくあの絵分かりやすいし、話ももちろん面白いので、おすごい、勝ち33引き分け3負け3333トリプル3、得点が112失点20ってね、全部1と2と3です、そう構成されてるって、すごい綺麗だねっていうものなんでね、すごいもしよければ見てほしいなっていう話でした。これすごいね、112だから、56で56は、さらに割ると、28か、あ56は7×56だから 2×8×7 だから2の40かける7だね、112は。で、20が4かける5だから2の40かける5。33が11かける3。ああ、ちゃんと素因数分解できんだな。いいですね。こういうのは楽しいよね。まあじゃあもう今日はこれでいいかな。じゃあ、ね、皆さんもぜひよければワンパンマン見てください。ドリームリーグやってください。素因数分解やってみてください。ってな感じで。